はい、山田です。また視聴者さんからね、カスタム来ましたんで再現しましたって言っても、視聴者さんのカスタム再現するとちょっとフロントエポンが擦ってですね、ちょっと見にも耐えない、試合になっちゃうと。ということで、私の方で手直ししました。変えたのは、後輪ですね。アーマードホイール使ってましたけど、でかすぎるんで、クラゲンホイール。で、ダッシュ力、ちょっと期待できるマシンなんで、ここ、斜めにカットされてると思うんですけど、平らに削り落としました。これでちょっとダッシュ力上がると思いますんで。で、ホイールエポンは、後輪がフリーフィード。で、前輪が、これファングダッシャーですね。で、揃えて、壁際ダッシュ、安定するようにしてます。フロントエポンはワイルドアイアンドウルフ。本当は使いたくないんですけど、レアパーツなんて。まあ、しょうがねえかな、って使うんですけど。で、ダッシュなんで、バッテリーボックスは前ですね。最初スピン一辺倒って話もあったんですけど、クソの役にも立たないんで、私の方でダッシュに改造しました。こんなもんかな。あとは紫で統一してます。IoD は D2 ディスクですね。両アームつけてますんで、ランダムのダッシュの機体です。まあこれが一番安定して強いんで。で、トライダーが、ファングダッシャーのね、ホイールエポンが22ミリ系なんですよ。なんで、これつけると、これだけの広いホイールになるんですよね。で、まあ何が変わったかっていうと、まあこの形見てもらえば分かるんですけど、壁沿い走りがすげえ速くなったのと、あとスピンも磨きがかかりました。不安定なスピンだったんですけど、まあ後輪が幅広いになったんでスピンも強力になりましたね。まあその辺見てもらえればと思います。テンションが低い。まあリスナーさんのねカスタムちょっといじくるのね、疲れた。ちょっとパーソナルのしりとりが最近多いんで、ちょっと今後は遠慮しようかなと思います。はい、それではバトルスタート。
はい、ドライダーが一矢報いたところで終わりにします。意外に強いですね。まあ半分ぐらい私のカスタムなんですけど、名前ね、リスナーさん名前つけてくんないんだよね。まあ今回は私もちょっとやる気がないんで名前はつけません。ドライダガーで倒せないとなると、あの辺りを出してくるしかないかな。というわけで次のバトルもお受けください。